仕事。どうする？運転、そろそろ。俺のことなら気にすんな。でも。ガキが大人の心配すんなっての。それにしても運転うまいのね。私の運転。これでも昔はパトカー転がしてた。運転なんざ交番勤めの時代にな。警察官って、まあ楽な仕事じゃ。そういや新島は警察官僚を目指して。ええ、まだ。やめとけよ警察なんて。時間は不規則、転勤はしょっちゅう、その上現場の責任。それでも目指すって決めたから。ま、そんだけ強い気持ちがあるなら。だが先輩として一つ忠告しとくぜ。お前が仕事に打ち込めば打ち込むほど家族。事件や事故はこっちの都合なんてお構いなし。まともに家にも帰れねえことなんてザラだ。それでもやるのか。もちろん重々承知の上よ。というかあなたの家族だって。さあな。うるせえ、余計なお世話だ。まあなんだ、よそ様の家の心配より。そうね。ん？あなたの話を聞いてたら父のことを思い出して。私の父も警察官だったから。もうずっと前。そうか。あなたよりずっと真面目で厳格だったわ。でも俺なんかと一緒にしたら親父さんがかわいそうだぜ。うん、ああその小さい頃仕事でなかなか家に帰ってこない父親を見て。え？今は誇らしいわ。だって父は警察官として信念を貫こうとして被害者を生まないために戦うのが、そんな父の姿を見て育ったからかな。やっぱり。そうとも限り、できることはたかが知れてる。狡猾で誰かが決めた正義。そんなもんに言われるがまま従うだけ。少なくとも俺の周囲は俺みたいなふぬけた犬ばかりだ。新島の親父さんつがあれだ、当時のお前はどう思ってた。仕方ないって分かってたけど。でも、はあ、妙なことを聞いちまって悪かった。いざって時にポンコツじゃ。たっぷり寝すぎてもう寝れん。まだお腹も空いてないしね。ほらリュウジ。いや無茶ぶりかよ。俺は芸人じゃ。こんな。バカ言ってんじゃねえ。ただ余計なことは話すなよ。うん、もしもし、もう昼過ぎなんですけど、まさかお母さんの命日まで忘れたってわけ？は？あなた誰？運転中って。どうしたの？もしかしてどっか止めたらどうだ。なんか女の人ふざけんな。なんか怒ってね。ああほんと最低。あんたなんかにお母さんの。ちょっと上。ああ悪。で誰なんだ。娘だ。娘？悪いが飛ばす。
もう京都市内だ。ここでいいな。どっか適当なとこ泊まって寺でも見物して。明日ってどうなってんだ。先ほど電話があってからだいぶ明日か約束。漏れ聞こえた内容からすると今日は善吉の妻の命。善吉さんの奥様。それで娘から催促の。善吉というかそんな大事な日に喧嘩しちゃったらヤバくない。周りで女性の声がすると怒ってた。あーこれか大変。ちゃんと説明し。そうもいかねえだろ。我が輩たちの検索したが付近に墓地は一つしかない。言い訳とかいいです。女の子と楽しく遊んでください。さよなら。いや誤解すんなって。本当に触らないでもらえますか。お母さんを殺した犯人も捕まっ娘と目も合わせられないの。そうだよね。そうやって逃げてばっかり。あんたなんか。あ、いや。おどうする。もうこれ一方的にやら誤解させてしまったのは私たちよ。あの お前ら誰。すんげえ怪しまれてるぞ。ごめんなさい、いきなり大人数で。お前ら何しに来た。いや俺たちのせいで。あかねちゃん、私たちお父さんの仕事に協力していて、お父さんには運転をお願いしてたから。じゃあさっきの。うん、周りにいたのは私。そう、私の方こそ大変失礼しました。はい。おお、めっちゃ礼儀正しい。うるせえ。でもさ、あのさ、あかねちゃん、今日お父さんと約束。遅くなってしまってごめんなさい。いえ、そのすまなかった。あかね、こいつらと追ってる事件の関係で。なんで笑ってんの。うん、あっていうか私あなたから何も聞いてないです。敬語。実の父親をあなた呼ばわりとは。ああほら、捜査の情報とかって。そうね、職務上の秘密は漏らせないから。なあ、そんちょっと龍二。あ、いや俺もお袋には迷惑かけてばっかで世話になってんだろ。あん、うん、宗次郎だったら泣いてる。ショックで別に。あのね、責めてるわけじゃないの。いろいろ事情。でも本当にお仕事だったの。わかりました。ありがとう。大切な日に迷惑をかけてしまったな。私たちも手を合わせていいかし。はい。お前ら気にするな。だがこれで。おい、いきなり喋んな猫。心配するな、アカネには聞こえてる。もう2年か。それは私もじゃあ一緒に帰るか。いらない、あなたとは話し。あ、お行っちゃった。なんかおっさんにだけ当たりきついな。素直でいい子そうなのに。いろいろすまなかった。すまないついでに俺も今日はいいけどよ、帰った。いや、あまり帰れてないみたいだけど家のことは。一応隣には嫁の両親が住んでる。ただあいつ一緒に飯食うでもなく。え、
そもそも俺は出張ばっかだし。育ち盛りなのに栄養ば。金なら送ってるよ。あいつだってもう中3だし。せっかく会えたんだし今日だ。お父さんにはお世話になってるからな。豪華ディナーでおもいいわね。みんなで腕を振るいましょう。というわけで今日はお邪魔しますね。よし、あかん。は？ちょっと待てよこら。何勝手に決めてんだ。おい、クソガキども、話聞。あかねちゃん、そっちのじゃがいもをと。ああそんなかしこまらダメか。そうそう、いや、あかね、一緒に人参を切ってくれ。うん、よかった。やっと慣れてきたって感じか。さ、こうしてられない。そうだ、プロのレシピ。大丈夫だぞソフィア、ああやって作るのもカレーの醍醐。そういうものか。勝手にくつろぎやがって。しかしなあ、聞いていいかわかんねえけど、交通事故たくつか捕まえられなかった。お前らには関係のない話だ。いや、でも。ねえ、ちょっとし。ほら、行けよ。おいしい。今日や、どれどれ。なかなかやりおる。まあ、泣くよな。泣くほどうまいカレー、私も食べ。いや食えねえだろ。我が輩も熱々だとちょっと。モルガナは後でね。やっほー。さす、羨ましいぞ猫。猫ガナってなんだよ。誰と話してるの。あ、なんでもないの。それよりどうかしら、アカネ。アカネ。おいしい。そうか、我が輩たちは黙ってた方が良さそうだな。やむなし。おお、新メニューをひらめいたの。やべ、いくらでも入りそうだぞ。させんぞ二葉。はいはい、まだま。本当に美味しい。そうね、あかねちゃんは筋がいい。ありがとう。そうだあかねちゃん、後で一緒。え、お風呂。ほら、裸の付き合いってやつ。モデ。本当。あ、それ私も教え。おいおい、何。今日はいろいろ助かった。世の中の奴らは驚くだろうな。困っている人間がいるなら、ま、俺らなりに思。弱きを助け、強きをくじく。そして一宿一般の恩は忘れ。そうかい。とにかく改めて礼を言っとくわ。なおさん、さっき。さすがに一日丸々運転。いや悪いが、俺はもう寝る。お前ら、最近ネットの生放送がどうとか。俺はそのあたりに疎くてさっぱりだ。ロジャーだ、任せとけ。よし行こう、みんなでお部屋。ここが私の部屋です。こ
これ全部怪盗団の。つかこんな出てんのかよ。う、一応知名度はあるからな。あん、手作りのもたくさんあるよ。引いたでしょ、恥ずかしい。そんなことないわ。え、あ、そうなんだ。え、同じくん、もしか。そうなんだよ。そうそう、怪盗団大好き。本当？あのね、みんな知ってると思うけど、困ってる誰かを救うため命を懸けて悪と戦う。メンバーは8人とも9人とも言われてるけど、ネットで見た動画だとメンバーみんな個性的。特にこの真ん中の人が私の推しで、リーダーかな。ミステリアスで本当に。お、本当に怪盗。やばい、むしろ。あ、そんなことないよ、もっと怪。うん、あ、だったら。え、なになに。ネットでやってる生放送、怪盗団のやつ。お、面白。うん、じゃあちょっと待ってて。怪盗団を愛する諸君、久しぶりだな。今宵も怪盗団を愛する諸君らと共。生放送ってまさかの配信。わあ、感じ。おっさんが言ってた生放送ってこ。あの人形が喋ってる体なんだね。あ、あれ。ふん、では今日も今日とて怪。チャンネル登録者、動画配信者としては中堅クラスだ。なんと。回答お願いチャンネルに続き、ここなんだかくすぐったいけど。諸君、もうご存知だろう、回答団が復活を。各地で合計3件の事例が上がっている。これは共に彼らの復活を祝おうではないか。ノリノリだな。今日はお父さんも帰ってきてるし。そうね、やっぱり。昔って、誠も生放送。打つわよ。さ、左遷し。こんな感じで配信。お疲れ様。お話も上手だったし。あ、去年の事件があってからずっと怪盗団関連の配信してる。最近の若い子って。おばちゃんか。でも最近成績が落ちちゃって。もうすぐ受験だから頑張らないと。そういうことなら。お、本当？もちろん。ありがとう。こうやってくくれば簡単に因数分解できるの。すごい。お役に立ててるならよかった。誠に任せて正解だね。うちらじゃ絶対。1ミリも期待されてねえだろう。ありがとう。ううん、こっちこそごめんね、急に大勢。全然いいっていうか、こうやって誰かとたくさん話すの。他のお友達。私ずっと東京育ち。そうだったので、お母さんの事故の後、こっちにはお母さんの両親が。いいお父さんじゃない。それはきっと。あいつはそんなこと考えてない。私を放って。それにあいつは。大丈夫よ。お母さんのことがあってからあんまりみんなと遊んだりできなくなって。そっか。今は生放送のフォロワーさん。やっぱりうちに一人でいると。うん、あのね、私の母親も。え、それからは父が男で一つ。父はあなたのお父さんと同じ。そんなことが続いて、お父さんは。でもそんな父も。そう。後になってすごく後悔した。もっと
家族やみんなのためにもっとありがとうって、あかねちゃんとお父さんのことに。私でもね、お父さんがお仕事を頑張ってることを。でもうん、よかったら話してくれないかしら。私お母さん、え、でもそいつは捕まらなかった。その後引いたのは私ですって書いて。そんな目撃証言があるのに。あいつも最初はそう言ってた。警察もあいつも私をどうして。私が子供だから。お母さんを引き殺した犯人は別に。あかねちゃん、あいつはもうお母さんのことなんて、さっさと次の女作ろうとしてるに決まってる。だから私、あんなやつやめなさい。お父さんはどうでもいいなんて。あかねちゃんがとても辛かったのもわかる。長谷川さんは不真面目、少し前に迷子の子供を必死に助けてたし。でもそれは長谷川さんを見ていると。誠さんの、私のお父さんは私やお姉ちゃんのために、家族のためにいつも精一杯頑張ってた。だからきっとあなたのお父さんが頑張ってるのも茜ちゃんのためだと思う。私の、長谷川さんが茜ちゃんの前で見せる顔はどこか優しくて、いつもと全然違うもの。それだけ茜ちゃんのことを思っていて、あなたのことが誰より大事なのよ。ただ遠ざけるだけじゃダメ。あなたも苦しくなってしまうだけだから。それにちゃんと茜ちゃんの気持ちも伝えなきゃ。伝えればよかったって後悔しないように。どんな言葉だってお父さんは聞いてくれるわ。ごめんね、あなたを責めてるわけじゃなくて。違う違う、私はいつでも力になるから。ありがとう、ありがとう。あかねはなぜ泣いている？どこか痛いのか？そうなのか。あかねちゃん、さすがは誠だな。母か。茜もおっさんも苦しんでんだな。そろそろ我が輩たちも寝ようぜ。明日からまた長旅になるしな。うん、なんだか心がポカポカする。今日はぐっすり眠れそうだ。あいつら。じゃあ茜、行ってくる。ああ、この事件が終わったらその有給取るからよ。二人でどっか遊びにでも。そうだ、遊園地にでも行かねえか。もう子供じゃありません。そうか、すまん。やっぱ空気重もう。やれやれ、一筋縄じゃいかねえな、二人とも。別に、やめてください、そういうの。まだツンツンするのか？
そろそろ出れるターンでいいぞ。双葉ちゃんまで、やめてよもう。親子の仲睦まじい姿を見られるのはいつになることやら。まだしばらくかかりそうかな。何かきっかけがあるといいんだけど。きっと大丈夫よね、あかねちゃん。あ、まあ、多分。そろそろ時間だ。のんびりしてるとフェリーに間に合わなくなる。それじゃ出発しましょうか。あかねちゃん、またね。あ、みんな、いろいろありがとう。あの、これ京都のお土産に。みんなにはお世話になったから。また絶対遊びに来てね。もちろん。次はお菓子いっぱい持ってくるから、たくさんおしゃべりしよう。また一緒にお風呂入ろうね。いつでも気軽に連絡してね。待ってるから。うん、みんな行ってらっしゃい。うん、まあ気をつけて。え、そんだけ。お、おいよ、気をつけて行ってくる。おお、だがこっちは嬉しそうだ。できれば普通の旅行で来たかったところだけど。どうだソフィア、見えるか。おお、これが沖縄の海か。驚いた。水面の下はどうなってるんだ。なるほど、いつか自分で確かめてみたいな。つかさ、船乗ってるとなんかテンション上がらね。ああ、魂に眠る冒険心というか、とにかくパッションがたぎるのを感じる。よし、船の上と来たらやっぱあれやらないとな。リュウジン、下になってくれ。え、下。そんでモナは私の頭の上に乗れ。お、おう。これはなんだ。見たか、某超有名映画のあれだ。よーひー。だいぶ違う気がするんだけど。どっちかっていうと組体操。ブレーメンの音楽隊じゃない。つかこれ俺いらなくね。こら君たち、危ないからすぐにやめなさい。お前ら本当にアホだな。いやーと着いた。つか長かったな。船降りたのにまだ揺れてる気がするぜ。だが美しい海に囲まれた素晴らしい時間だった。貴重な体験をさせてもらった。ここがクコ島か。意外と人が多いじゃねえか。あの、もっと秘境みたいなところ想像してた。確かについ何年か前までは観光客も少ない静かな島だったらしいが、一時期大規模な移住計画が流行ってな。セカンドライフを南国の離島でってやつだ。もともと200人足らずだった人口も今じゃ1000人近くまで増えたらしい。港の周りも結構賑やかだね。リゾート地って感じがする。意外と楽しめちゃうかも。お前ら遊びに来たんじゃねえんだぞ。ほれ、さっさと研究所。そうね、急ぎましょう。一刻も早く事件の手がかりをつかみたいわ。出たよお前ら、真面目か。どうせなら我が輩たちの目的は。そうだね、行こう。出番だぞ。
なんだ、どうした？調べたんだが、そんな施設のどういうことだよ。未登録って言ってたんだろう。直に行って確かめるしかねえさ。すまない、役に立てなかった。まあそれなら情報を集めて探すまでだ。まずは聞き込みしてみようぜ。どうせ聞くなら島の人にだよね。お店の人とかがいいかな。お、あそこにお土産コーナーを発見。総次郎になんか買ってやるか。俺も行くぞ。珍しい強度のコーナー。お疲れ様です、管理官。俺です、長谷川です。どうした？3日も連絡が途絶えるとはお前らしくもない。すみません、海の上にいまして通話できずにいました。海？今いろいろあって沖縄に来てます。例のエマってアプリに関連する研究所があるという話です。探りを入れてみようと思いまして。回答団も一緒です。何か証拠が抑えられそうなのか？まだ分かりません。まずは任意で話を聞いてみますが、証拠隠滅の恐れがあれば強制捜査に移ります。その際は力を借りることになるかと。分かった、お前に任す。こちらは引き続きマディスを探る。助かります。長谷川、回答団は事件解決の、そしてそれがあまり回答団に入れ込みすぎるな。いいな。いらっしゃい。それにするの。はい、それに、はい、それに、はい、それにする。おすすめだ。はい、それにする。はい、またひ。あの、そうね。いいものありますよ。おすすめ、ありがとうございます。ねえ、そちらの商品です。はい、どうぞ。また来てください。いらっしゃっせ。それどうも、それまたどうぞ。はい、タイ、ようこそ。お決まりです。商品のお渡しです。お気をつけ。これをやるのか、この依頼を受けるのか、これをやるのか。お仕事だな。今はこれを受けてるぞ。ミッションコンプリートだ。この依頼を受けるのか。 OK、 頑張ろうな。これをやるのか、お仕事だな。これをやるのか。
美しい。なぬ？ようこそベルベットルご覧になりますか。ご覧ください。登録すべてと現在の状態を上書きしました。合体を行うのですね。新たな力が得られるようです。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか。この強化仮面の力によりペルソナが成長しました。どの程度力を注ぎ込みますか。この強化で仮面の力によりペルソナが成長しました。ご覧になりますか。登録するすべてと現在の状態を上書きしました。ご覧になります。ご覧ください。これでよろしいですか。未知のペルソナです。未知のペルソナです。合体を行うのですね。ではご武運を。いや、待ってくれ。おう。どうする？オーケー。研究所というのはこの先か？多分そうだと思うけど。しめ縄だな。これって神社とかにあるやつだろ。わかった。この中で伝説の妖怪を封じてると。研究所ならむしろゾンビとかじゃない。そんなわけないでしょ。ないわよね。バカなこと言ってねえで行くぞ。ここは現実の研究所だ。あ、ねえソフィア、念のためだけどここにジェイルは
この島にはないと思う。多分。多分って匂いでわかんじゃねえのかよ。あ、そういやいつぞや匂いでジェイルを見つけたとか言ってたな。匂いはしない。仙台や札幌ではっきり買ってもなんかここすごく変だ。嫌な感じ。嫌な感じか。嫌な感じってやっぱ誰かの怨念的な。恨めしや。ちょっとその声のトーンやめて。まあとにかく行ってみようぜ。所用につき8月18日まで職員不在。こいつはさすがに予想外だったな。だが手ぶらでか。おい、法に触れる手段は違法な手段で手に入れた証拠じゃ立件できない。それじゃあ。いやそうだけど。18日ってことは明日関係者が戻ってき次第手帳を見。おそらく真っ当な施設じゃない。叩けばほ。そうなりゃ強制捜査に切り替えてしょ。なるほど、それが善吉の計画か。おお、まるで刑事のようだぞ善吉。刑事っつか公安だけどな。明日まで待つとなると。つうことは、せっかくだから行っちゃう。こんな機会。もうまた。いや、下手に操作して島民に警戒される。今は観光客のふりし。じゃあバカンスけ。真っ青な海、白い砂浜と、さらに浜辺で。そしてよーし、そうと決まれば買い出しだ。オーケー、今したけどスーパーは。この辺とかいいんじゃね。吸い込まれそうな海の色。んじゃここら。海。おいぬ。ああ、ちょっと。おいお前ら。たく。バカ言うな、俺は車。そんなしかめ面じゃ警戒されるぜ観光客。たまには羽を伸ばしたらどうだ。せっかくの機会だし。レディーから。はあ、ちょっとだけだからな。うるせえ。海水浴は初めてだ。このスマホは防水のはず。水中だっていけるぞ。頼む。よし。安心しろ、美しいぞ。おお、そいつは良かったわけねえだろ。待て、草薙ども、誰こら。にゃふん。
また後でな。いいか？書くか。依頼はこんな感じだ。これをやるのか？お仕事だな。そちらの、はい、どうぞ。そちらの商品ですか？そちらの、はい、どうぞ。
そちらの、はいどうぞ。おすす、ありがとうございます。お気をつけて。この先立ち入り禁止？なんだか不思議。なんか面白そうじゃん。な、そこはやめとけ。その先は宇滝だ。宇滝？簡単に言や琉球時代の信仰の聖地だ。今でも地元の人間は大切にしてる。へえ。まあ土地のことを調べておくのは捜査の基本。じゃあこの島には琉球時代から。ああ、陣地を。お前らも神様を怒らせる趣味はね。ネットで調べてみたが、特に何か。私には海岸にある岩の形や。人はそれぞれが持つ価値観で、お前にとって何でもない場所でも。価値観か。すまん。お稲荷の腹時計は今日もせ。まあでもさすがに腹減ったわ。それじゃあお待ちかねの。ば、うわーよ、肉祭り。カレーも忘れるな。ルブランカレー。とろバーベキューと関係ないし。望むところだ。南国の城。全然意味わかんねえけど。なあ、さっきはありがとう。とても神秘的だった。心が弾んだっていうの。気を使わなくて大丈夫だぞ。ただのだが、理解していくことはできる。さっき海の中、隣にはお前がいて楽しい。そうだ、そうか、また一つ記録。ソフィアは。おい、またかよ、お二人さん。うん、やっぱ肉うまっ。ちょっとそのお肉。私今日もカレーがしみる。このな、どの流れだかは置いといて、油揚げも入れてお稲荷カレーうどんな。でも出発してからず旅先だとつい食べ過ぎたりするわね。え、まことなんて超スリム。褒め言葉として受け取っておくわ。なかなか。つか別に太ってもいいんじゃね。その方が体重。試してみる。いや、ちょ待って。どうした善吉。あ、いや何かあったの。何でもない。だがそろそろ。はーい。おい、お前らどうしたんだよ。いいから静かに聞け。
おい、いないぞ。どこに行った、探せ。主様の聖地を犯した罪人を許すな。おい、どうなってんだ。あいつらヤバすぎんだろ。ああ、善吉が気づいてなかったら危ないと。聖地を犯したって言ってたけど、え、だけど私たち、もしかして研究所の入り口に。確かに。そして、いやいやいや、なんで研究所。聖地だとしたって、入って殺すって、あんなのどう考えてもおかしくない。もしかしてこれ。じゃあこの島にもキングがいるってことか。ああ、ジェイルの匂いだが、嫌な感じはすると。この状況、海神の影響としか。でも襲ってくるなんて今までなかったよね。もしかしたらソフィアにも感知できないな。どうする、ここにいて。研究所って、いや、案外そ。どういうことだよ。奴らにとってあの研究所が聖。孤島で逃げ回ってても、いずれ自利品になる。原因ってだが、ジェイルは。ああ、ジェイルはないかもしれん。このままここに潜んでいるよりは。そうだな。いやいや、どう行くんだよ。だから、いや、それは認知せ。こうなりゃ腹くくれ。持ってきて。意外だな。いや、待て。足音だ、隠れろ。何してるのか。ここからじゃ。こいつはチャンスか。幸い相手は一人だ。大丈夫だよ。おっさん一人でやる気。訓練は受けてるから安心しろ。お前たちは誰か来ないか。おっさんがなんだか。すみ。貴様、主様。もっと急に殺。またかよ。いやいや、正当防。さすがは公安といった。おい、今朝見た張り紙ですけど。よく見ろ。こうやって研究員が戻る日程を引き延ばしてやがったんだ。なんでこんなこと。おそらく研究所を調べに来たやつを、明日戻ると分かれば、そして夜襲を仕掛けるって。小賢しい真似を。さてと、改心されてんならすま。お、開け。うん、やっぱり産方し。もしかしたらそのキーワードはどうだ。え、ちょい待ち、変なメール残って。エマシステムモニタリングの。エマのモニタリング。おお、キーワードまで書いてある。オペレーション。送り主はわかるか。知らないアドレスだな。こいつらは皆研究。どうする、これによるとキーワード。ここが改心された人にとって聖地なら。でもよ、ここにジェイルはね。わからない、少なくとも匂い。そうだな、だめ。もしここにジェイルがあるなら、キーワードを入手。お前らやってみるしかないさ。覚悟はできている。今は異世界の方がまだ安全かもだし。よし、なら。エマ、産方修造に友達申請だ。キーワード。やっぱダメか。待て、ジェイ、急に周囲から。キーワードが入力されました。
ここは研究所なのか。だいぶホラーだな。嫌な予感しかしないぞ。クイーン、どうしたの？何？別に平気よ。いや、声引きつってし。うわぁ！にびらせんなよ！なあ！ごめんなさい、ごめんなさい、助けてお姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。何？お前らってそういう…やっぱりここにはジェイルが。じゃあさっきの産方。でもどうしてソフィーが感じ、今まで眠ってた。眠っていた。キーワードを入力した途端ここ。それってスリープ。新しいパターン。大変な状況のようですね。この地で待つのは人ならざる者。いえ、やめ。私の役目はあなた方の行く末を。さて、ここへお呼びしたのはペルソナの集団処刑三神合体。三神合体ではうまく活用して。ごきげんよう、トリックスター。ご覧になりますか？登録するのですね。新しい自分の目覚めです。新しい自分の目覚めです。新たな力が得られるようです。新たな力が得られるようです。継承するスキル。このペルソナで生まれ変わりなさい。新たな力が得られるようです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 。継承するスキルを。このペルソナで生まれ変わりなさい。新たな力が得られるようです。新たな力が得られるようです。ご覧になりますか？ご覧ください。
これでよろしいですか？これでよろしいですか？新しい自分、新たな力が得られるようです。継承するスキル、このペルソナでよろしい。このペルソナ生まれ変わりなさい。ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？登録するのですね。合体を行うのですね。新たな力が得られるようです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 。ではゴブーンを。お？とにかくよ、島の奴らが改心されてんならさっさと取り返して元に戻そうぜ。そうだな。ま、やっぱ夢じゃねえよな。悪いが俺はここで留守番してるぜ。ああ、私たちに任せろ。はいよ。ちょっと待って、ソフィー、から誰かの声、声って誰かが呼んでる気がする。おい待て、ソフィー。うぞ、ジョーカー。書くか。さてと。